どうも、たくあんボーイです。今回はですね、25日目でございます。無印のね、化粧水と乳液はね、塗り終わっております。そしてですね、アイブロウも描き終わりました。アイブロウの描き方なんですけど、この鼻からこの目尻に沿った位置、ここに眉の先が行くようにすると、長さが均等になるということでね、やってみたんですけど、今までで一番なんとなくうまくいった気がしますのでね、はい。今後はそれでやっていきたいと思います。ファンデーションからねやっていきたいと思います。こちらです。続いてコンシーラーですね。ではハイライターとシェーディングですね。アイシャドウね変えていきたいと思います。続いてケイトのダブルラインエクスパートです。ジェルアイライナー変えていきます。アイブロウマスカラ。そしてですね、今回新しいものが届きましたけども、トパーズのカラーコンタクトでございます。でもこれね、ちょっと色がよくわかんなくて、適当に買ったらなんかグレーっぽい色だったんですよね。なんで髪色に合うのかちょっとわかんないですけど、試しに今日ねつけてみようかと思います。ワニの目みたいですよ。なんかこれ見えますかね。こんな感じです。やばい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 。え、なんなんこれ、怖っ。うわ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 、違うもんだな。え、こう、え、なんなんこれ。ちょっとなんか感情がなくなった感じしますね。ということで今回ですね、25日目ですね。はい。ちょっとまあ今日はね特に予定がなかったのでね、カラコンつけてみましたけども、だいぶ違うもんですね、この目の感じとか。まあまあアイブロウもだいぶなんか綺麗に描けるようになってきたので、うんうん、いい感じかなと思います。僕は感情を失いました。ということで今回25日目終わりたいと思います。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。また明日も見てくださいね。シッシッついでに恋ダンスよいしょ。